マトソフトだよ、お兄ちゃん。午前6時前、長年の習慣のせいか決めた時間に勝手に目が覚めた。食堂に行って朝ごはんとしておにぎりと飲み物を、昼ごはんとしてサンドイッチを選び取り部屋に戻る。俺をモニターしているはずのファイブが迎えに来るまでさほど時間はないだろう。少しは身だしなみを整えておくか。第一印象は大事だし。もぐもぐとふっくらとして甘い米をかじりながら洗面台の前に立って身支度を整える。学生服は体にフィットしていて動きを阻害しない。良質な素材を使っているのだろう。自己紹介はするのかね。学生たちの前でするとしたらどうやるのがいいんだろう。無難に笑顔か。どうもこんにちは、ナギフワノです。誰だね君は。鏡に向かって笑いかけてみるが、作り笑顔が丸わかりでどうも気持ち悪い。いっそ舐められないように威圧的にやってみるか。フワノナギだ。すがらくの異端児とは俺様のことよ。ダサい。何やってんだろ俺。これも全部あれ5にモニターされとるんかな。だとしたらすごい恥ずかしいんだけど、大丈夫かな。鏡の前で一人うなだれていると、ドアの方からノックの音が聞こえてきた。さすがは5だ、行動が早い。違った。何やこれ、何やこのスケベな お姉さん。ちえか。え、あ、そのすみません、ワンズギフト当選者のフワノナギさんでしょうか。てっきり5かと思って開けた扉の先に見知らぬ女性がいた。目鼻立ち の整った、顔立ちでスタイリッシュないでたちである大人の女性だ。私は学生寮の管理人をしているものです。入寮した君に挨拶をしに来ました。なるほど、それはご丁寧にどうも。朝早くからやってきて迷惑だったでしょうか。だいぶ前から起きていたので大丈夫です。そうですか、それなら安心です。ああ、そうですね。どうした。この学園では私たち大人が君たち学生と交流を持つことは好ましくないとされています。おお、あくまでも、子供の自主性に。名のある家に生まれた学生および親族との癒着を生まないためです。そういうことか。立ち悪いな、すっごい足引っ張っとるやん。だから寮内でもそのほとんどを学生の自主性に委ねています。あまり助けになれないし、会うこと自体も学園生活の中ではほとんどないでしょうが、頑張ってください。そうですか、激高ありがとうございます。ええ、では失礼します。手短に挨拶を済ませてその場を後にした女性を見送る。いい人だったな。やや事務的ではあったものの、気遣いを感じる言葉を投げかけられた。近
かしいきなりだったのもあって戸惑いを隠せなかった。どう反応すべきか迷っている最中で話が終わってしまったけど、きちんとお礼は言えたからよしとしておこう。それにしても学生の自主性ね。セレブが通う学園には学園なりの苦しみと葛藤があるということだろうか。大人たちも苦労しているようだ。お、来たかな。おはようございます、ナギ様。ああ、おはよう。ゆっくり眠れましたか。バッチリだ。布団の素材も最高だったからな。めちゃくちゃ安眠できたよ。それは良かったですの。これからナギ様を学習棟までお連れしますの。ついてきてください。今日の流れは、朝は授業を受けて昼休憩の時間に呼ばれるんだったか。ええ、学生会に呼び出されて今後の説明を受けるでしょう。それはそれは楽しみだ。どんな対応をされ何を言われるのか。学生会の面々の顔を拝む時が楽しみだ。ところで授業中も常にファイブは隣にいてくれるのか。いいえ、授業の邪魔になりますので教室には入らず廊下で待機していますの。廊下にはおるんだ。何かあれば休憩時間に呼んでもらったら行きますので。近くにはいてくれて、日が経って俺が慣れてきたら遠隔からの監視に切り替える感じか。せめてモニタリングというべきですの。何様が悪さをしなければ何も生活に差し支えのないモニタリングしかしませんのでご安心を。せめて握手でもしとくか。結構ですの、まったく。あ、あ、ん？昨日、立品と話していた少女だ。何を考えているのか、感情を見せない瞳で俺を一別し、ファイブを見る。やがて興味を失ったかのようにそっぽを向いて去っていった。声をかけた方が良かったかな。ナギ様、よそ見をしていると転びますの。お、悪い。すでに見た光景だが、塔の異様を描く前にするとどうしても見入ってしまう。今日から毎日ここに通うのかと思うと自然と身が引き締まる。それぐらいに勇壮な佇まいだ。しかし塔を見上げているのは俺くらいなもので、他の学生たちの視線は一点に集中している。朝早く登校すれば人目にはつかないかなと思ってたんだけど、予想よりもいるな。部活動が盛んですから、もっと早い時間から朝練をしている学生も珍しくありませんの。ただこちらを気にしている人数は少ないですの。そういう意味では目的は達成できているかと。慰めを受けながら学習棟の中へ入っていった。世の中の学業施設っていうのは全部こんな感じなのか。すごいな、目の前にパソコンを置いてある。オフィスやん、オフィス。ここが特別中の特別ですの。そうなのか。おのぼりさんみたいにあっちらこちらを見ていればファイブが薬と笑う。初めて来られた方は超一流企業のオフィスのようだともおっしゃいますの。そう、俺は平民か。その感覚もよくわからんけど、
確かに学園と称するにはし、学園と称するよりはしっくりくるかもな。まずは職員室へご案内しますの。手続きの担当となる先生がいますから。ここに至っては冷静なファイブの言葉がありがたい。キョロキョロするのにもほどほど、キョロキョロするのもほどほどにして、しっかりと後ろをついていく。この学園における教師の立ち位置について補足しておきますの。教師の立場は決して高くありませんの。せやな、こんだけの子供の実勢がうんぬんとか、能力も高いって話だったら、そりゃ先生の立場はないよな。でこれだけテクノロジーが発達しとったら、学習カリキュラムも多分子供たちの実勢やろ。知識を伝えるために雇われているだけで、社会的な地位は学生に劣る人がほとんどですから。これはな、しがないサラリーマンみたいなもんだろう。学生の指導は学生自身がする決まりですの。ほんとすごいな、徹底しとるな。そこはここでも自主性ってわけか。家柄、財力、権力、身体能力、何かしら突出しており、将来を有望視されているものばかりが集まる学園。教える立場だからこそナーバスにならざるを得ないのかもな。教師を守るためにも学生と教師は明確に線引きされているのだろう。大人が、学生と交流を持つことは好ましくないとされている。そう言っていた寮の管理人の言葉を思い出しながら、職員室へと入室した。チャイムが鳴るまで職員室の中にあった会議室で静かに過ごした後、教室へと移動した。学年は2年生 A クラス、つまり2の A だ。ちなみに5は宣言通り教室の中には入らないで外で待機している。おい、引き出しまでついてる。パソコンはまあいいとして、パソコンの本体ねえし、引き出しまでついてるぞ。 L 字のデスクに引き出しでもタイヤは回るな、キャスターなんだな。すごいな。教室は多くの学生で賑わっていた。遅刻してくるようなやつもおらず、真面目な学生ばかりらしい。ではフアの自己紹介を。先生声ちっちゃい。ワンズギフトに当選し、スガラクから来た、フアのナギです、よろしく。考えた結果、実にシンプルに挨拶をすれば反応は様々だった。自己紹介なんぞしなくても、すでにほとんどの学生に知れ渡っているようだ。暗算視線にさらされたからな、もう慣れたけど。キーあるいは無別のまなざし、いいね。わずかに聞こえてくる声はどれも陰湿なものばかりだ。俺はいかなる反応をされようとも、スガラクの育ちであることを隠しはしない。恥もしない、誇りにさえ思っている。そういう意思表示も込めて、わざわざスガラクから来たと宣言してやった。静かにするように。フアのあちらの席へ。空いている席へと促され歩いていく。見知った顔が視界に入った。あら、チッ。クラスメイトかよ、坊ちゃん。ああ、あんたは昨日の教室に来てから、それとなく教室にいる学生を確認していたから、いることは知っていた。だからこそ初めて気づいたかのように振る舞う。どうやらクラスメイトになるみたいだな。偶然って恐ろしいよね。これからよろしく。黙れよ。まあそうなるよな。取り巻きの二人も同様でクラスメイトになるらしい。すごい目つきでこちらを睨んでいる。栄養からの上納金を吸った件、追及される前に離れた方が良さそうだ。小太りくんも見つけた。
こちらもいるのは把握済みだが。目が合うも、すぐにそらされてしまった。自分に関わらない方がいいと言っていたな。有言実行ってわけだ。申し訳ない顔をしているあたり、意図はバレバレだ。全部顔に出るタイプらしい。カツアゲ関係者が全員同じクラスとは、昨日の一件は何かしらの運命だったのかもね。なるべくポジティブな方向に考えつつ席に着く。その後、朝のホームルームは事務的な要件のみを連絡されて終了した。いよいよ授業の始まりである。1限目、2限目、3限目と続いて、4限目が終わるとようやく息のつけるタイミングがやってくる。お昼休み、それぞれが弁当や学食を食べる時間。幸せなひとときのはずなのだ。いいね。授業がさっぱりわからん。まあでしょうね。でしょうね。俺は頭を抱えて机に突っ伏してしまった。まあいきなりではそうなるのも無理はないですな。休憩時間は自ら様子を見に来てくれたファイブの前で、寮の食堂からいただいておいたサンドイッチを頬張る。ああ、レタスとトマトがしみる。シャキシャキして、シャキシャキしててジューシーで美味しいです。うまうま。これなら現実逃避できるかもしれない。最難関の試験を超えてきた学生向けの授業ですから。現実に引き戻さないで。うめきながら授業内容を振り返る。個人院で一般常識レベルの教育を受けてきたという自負はあるのに、ポケッと聞いているだけになった。一番初めの回から受講してきたならまだしも、途中からじゃ意味不明になるのも仕方ありませんの。授業内でのワンズギフトの当選者に対する気遣いというかフォローは一切なかった。まあ自分で頑張れってとこだからな。学校一応学園と名は売ってあるけど、自主性でね、自分で頑張れるとこだから、やるやつは応援するしね、その手段や、なんだろう、設備とかその他もろもろ、ノウハウは全部提供しますと。結果を出すのはあなただよっていうことだからな。今までの当選者たちがどのようにやってきたのか是が非でも知りたいところだ。なあファイブ、聞きたいんだけどさ、2年 A 組フアのナギ、例のお話し合いのやつ。来るように。繰り返します。至急学生会室まで来るように。てか約束忘れとった。学生会室、ああ学生会か。授業のことで頭がいっぱいですっかり忘れていた。そういえば昼食の時間に呼び出されるって話だったか。行きましょう、可及的速やかに。ファイブすら忘れとったってのは結構もうあれなんだな。そんなにひどかったんか。ファイブの案内に従い、エレベーターに乗って高層へと移動する。廊下を進んだ先にあった扉、
プレートに学生会室と記された部屋の前で止まる。そばにあった呼び出し用のコールボタンを押すとすぐに反応が返ってきた。本人だけ入室を許可するわ。スピーカーから聞こえてきた女性の声にファイブは素直に従った。外でお待ちしていますの。行ってらっしゃいませ。俺は言葉なく手工して扉に手をかける。大きな窓から入り込んだ日の光に少しばかり目がかくらむ。そしてほんのりと鼻孔をくすぐる香り。コーヒーか。リラックス効果のある独特な方向で、ややもすれば気持ちが緩みそうになる。ゆっくりと瞬きをしてもう一度前方を見据える。いいね。部屋の中央には、白色の机が置かれており、それを取り囲むようにして男女が座っている。というか、やっぱいいわ。日光を背に浴びながら座る彼女らは独特な威圧感をまといながら俺を観察していた。正面に3人、右は2人、左に1人。よく会うな。予想は外れてほしかったのだが、やっぱりいた。龍二君、気が合うのか。彼も忌々しそうに顔を歪めた。他にもなんだか見覚えのある顔ばかりである。おそらく偶然ではないだろう。見られていたと言うべきだろうか。ん？その中にいる金髪の女性は立品だろうか。はじめに確認するわね。凛とした声に思考は遮られ、真ん中に座る聡明そうな顔立ちの女子に視線を向ける。あなたの使命はフワのナギ。スガラクにあるピーチフィールズという名の施設で育った孤児。身元保証人は同孤児院の先生ということで間違いはないかしら。ああ、それで間違いない。回答にピクリと眉が動くものの話は続けられる。改めてようこそ桜源学園へ。私は一色要、この桜源学園の学生会長よ。お、なんかドドンってなってる。3年学生会長。その学生会はどのような組織であるか。学生を取り締まり指導するのは大人の仕事ではなく学生自身。学生会がその役割を担っているの。権威と才能に富んだ子どもたちにさらなる学を教え、知識を授けるのが教師の務め。学生のことは学生自身で、だから私たちが存在している。ワンズギフトの当選者も例外ではないわ。桜源学園の学生となったあなたの管理は私たちに委ねられている。授業を受けてみて分かったと思うけれど、途中の校庭からついていくのは大変でしょ。ワンズギフトの当選者には学園卒業までの特別な承認フローが用意されているの。おう。学生会メンバーがあなたを管理し卒業を承認する。それが卒業までの道筋よ。なるほどね。なるほど、つまりはこういうことだ。俺が学園を卒業できるかどうかは全てあんたらに握られていると。いいようにも悪いようにもできる立場であると。脅しに来ているようにも思えるんだけど、気のせい？そのように言い換えた方がいいなら、そう受け取ってもらって構わない。そうか、こびへつらった方がいいのかな。したいのならどうぞ。それで評価を変えると思われているのなら、見くびられたものだと
不愉快になるだけよ。うん、なるほど。率直な説明感謝する。続けてくれ。おい、さっきから聞いていればその口の聞き方は何だ。ほう、ここでリュウジ君が言うってことはやっぱり劣等感の、こいつがグレたこいつがグレたのは会長か。学生会長は名実ともに高位にある。この学園においては学園長に次ぐ権威をお持ちだ。お前みたいなゴミなんぞはすぐにでも排除できる。そのことを正しく理解し、口の聞き方に気をつけろ。いや、媚びへつらう価値はないらしいけど。丁寧に接したとして条件が良くなるのか。さっきの回答から察するに何も変わらないだろ。だったらいつも通り自然体を貫き通した方が楽ってもんだ。貴様、そこまでにしておきなさい。不和の凪は条件面の話をしている。あなたは品位の話をしている。論点が違うのだから混じり合うことはない。言い諭すだけ時間の無駄よ。頭いいな。そうですね、失礼しました。聞いた、品の高そうなリュウジを、たやすくねじ伏せた女子学生に心の内で感心した。その能力を推し量るにはまだまだ材料が少ないものの、トップを張るだけのカリスマ性は持っているようだ。1点アドバイスをしておくわ、不和の凪。あなたがどのような世界を生きてきたのかは司祭に把握していないけれど、あなたより私は年上で、この学園においては立場も上なのだから敬語を使うのが普通の感覚よ。あなたは失礼だというのが私の第一印象ね。卒業の承認を得るにあたって得をしているか損をしているか分かった。なるほど、言葉がない。損得のみで考えるならばもっと上手い方法があったはずだと示されては肯定するしかなかった。すいませんでした、改めます。必要ないわ、今さら敬語を使われたところで初見の印象は変わらない。それくらいならば初志貫徹しておきなさい。小さな失敗による大きな損失を悔やみながらね。そう、こいつド S かよ。なんかそのド S って、あ、まあでもしゃあないか、うん、言葉が安っぽいけど凪だからまあいいか。なんか急になんかこのスラングみたいなのが出てきてちょっと一瞬冷めた。では話を続けるわ。学生会にはワンズギフトの当選者を卒業まで導くという責務がある。あなたには一人の指導者を特別につけてマンツーマンで指導していくつもりよ。誰にするかはこれから決めるけれど、まずはそれぞれを紹介しておくわね。前方向かって右側のこの子はヤトクックル、文化部の総括を担っているわ。よろしく。紹介された小柄な女子学生は手短に挨拶を済ませる。あとは朝の時と同じだ。こちらに興味がないのかつまらなさそうにそっぽを向いてしまった。前方向かって左側、私は立石のイブ、運動部の総括を務めてます。これからよろしくね。こんな感じで運動部なんだよな。しかしこの演出すごい合ってないな。なんかあったんやろ。なんでこれにしたんやろ。自ら丁寧に名乗った女子学生、うん、硬すぎる。いくらなんでも硬すぎる。立科ってあの立科だよな。メガネもかけていないからか美しさは際立っているが間違いない。うん、そうだよ、昨日ぶりだね。学園の案内をする役目っていうのは学生会の仕事だったんだな。ああ、あれは非公式、
強いて言うなら趣味の範疇かな。趣味？よくわからないやつだな。だって気になるじゃない、どんな人が来るのか。スガラクは治安がとても悪い町だと聞いているから、最悪退学処分になるようなことをしでかす人かもなんて心配してたの。あのな、俺はタチの悪いヤクザか？違ったみたいで安心してるよ。各部活動を取りまとめる文化部総括と運動部総括、学生会においてこの二人の立場は私に次ぐものと認識しておいてちょうだい。その下に風紀なんだ。三つじゃないんだ。それらに続くものとして残りのメンバーを紹介しておこうかしら。私の後ろにいる二人、向かって左が学生会副会長の北条花、向かって右が学生会初期の北条空よ。よく似た顔立ち、双子だろうか。二人は揃って言葉を発することなく無言で会釈した。最後はすでにご存知のようだけれど、風紀委員長の指導隆二よ。風紀委員長ねえ。余計なことは喋るな。お前は黙って話を聞いていればいい。はいはい、仰せのままに。なんだか仲が悪そうだけど、もしかして二人は初対面じゃないのかな。楽しそうな、立石の言葉に何も答えない龍二君。風紀を守り守らせる立場の風紀委員長が善良な奴から金を巻き上げていたのだ。昨日の現場を見て知っているからこその言葉だろう。立石さんは趣味が悪いね。自分も不法侵入を見られて弱みを握られたにも等しい。だからちょっと龍二君には同情してしまった。紹介は以上。これからのお話に移りましょうか。あなたが卒業するための学生会による承認フローは至極単純。学生会長の私と文化部総括のククル、運動部総括のイブ、以上3名があなたは卒業に足る人物だと判断し、承認印を書類に押せばそれで卒業よ。おう、3人を納得させてしまえば卒業できる。決裁権を持つとはそういうことなんだろうか。シンプルだからこそ難しいみたいなことさえなければ案外簡単に卒業できるかもな。なんかこれ見たな。あれか、あんまりなんかそのね、他社さんの最新作を持ってあれっぽいなっていうのは失礼かもしれんけど、あれだな、車輪の国、車輪の国のあんな感じやな。その例えるなら、まあうちのチャンネルで体験版もやったけど、車輪の国ひまわりの、少女だったっけ、あれの時もそうだったもんね。あれは逆に決定権がこっちにあって、その女の子3人を構成させればお前は、国家高等何やったっけ、なんちゃら人に高等なんちゃら人になるっていう、話だったもんね。ああ、それの逆か。逆に今回はそうやな、この3人に、まあ、1人ずつついてってってことか。てっきり、あ、でもその順番で言うのであれば、イブ、くくり、くくりイブか。わからん。最後に要か。こっちで選ばせてもらえるんだったら、初手から要行きたかったんだけどな。俺は一番上から行くやろ。この女はマジで狼落したい。最終的には学園長の承認印が必要だけれど、それは儀礼的なものだと思ってもらって構わない。明日か、1週間後か、あるいは1ヶ月後か、いつ何時であろうと構わないわ。あ、そうなんだ。私たち3人が自らの責任のもとであなたを認めたら、晴れて桜源学園の卒業生という名誉を手にできる。ここまでは正しく理解できたかしら。今のところは大丈夫だ。
でもあれやんな、タイムリミットあるよな。多分こっからこの先話は来ると思うけど、タイムリミットあるよね絶対。だってナギとかは2年生であれかもしれんけど、カナメたちは3年だから、今が何月かは知らんけど、次の春で卒業するわけやねんか。そうなってくると決裁権が生徒会長変わるから、だからタイムリミットあるなこれ。では改めて彼をどう指導していくかを定めましょう。何か意見はある？彼にはまず必要最低限の品位と教養を身につけてもらう必要があるかと。うん、少なくとも会長に自然と敬語を使えるくらいにはね。うぐ、桜源学園の卒業生にふさわしい言葉遣いや立ち居振る舞いは重要だと考えます。それができてから承認するための試練を課していくというのはどうでしょうか。そうね、悪くないと思うわ。よくはないんだ。ククル、あなたからの意見は？いいんじゃない。それで決まった方針に関してとやかく言う気もない。この人にそんな興味ないし。それなら意見は一致したということで。ちなみに不破野さんも素直に承諾してくれる？道理が通っているなら、むやみやたらに歯向かう気はないから。おとなしく教養と品位とやらを身につけるさ。ではこの中から1名を選出し指導者としてつけさせてもらうわ。その役目俺にやらせてください。おお、うげ。ただいじめたくてやっとるわけじゃないから、まあそういうその部分もだ。いじめたい8割、会長に自分のいいところを見せたいが多分残りだろうな。2割だろうなこの感じ。ユージ君、でもやっぱり四天王では最弱だからな。お前が一番最初に来ると思ってたよ。必要最低限の教養と品位を身につけさせる、それは風紀委員長である自分が適任かと存じます。そうだよね、私もそう思います。会長、指導さんと不破野さんはクラスメートだし融通が利くかと。待ってくれ、こいつだけは絶対に嫌なんだけど。あなたの意見は求めていない。不破野、お前はまるで分かっちゃいない。何もかもだ、桜源学園の学生としてふさわしい格というものを骨の髄まで叩き込んでやる。それはありがたいね。俺は犬で、リュウジはしつけ役ってわけだ。的を射ている例えじゃないか。すがらくのゴミだと思っていたが、いいセンスだ。皮肉も大概にしとけ。まあまあ、落ち着いて。いいでしょう。では、風紀委員長を担当者として指導を開始する。指導リュウジ、あなたの働きに期待しているわ。はい。お任せください。いいな。多分行かれるな。本当にかます犬だな。好きだよ、リュウジ君。お前みたいなやつがおるから物語は面白くなるんだよ。いいな。うん。ゆっくりと上品に頭を下げる男の顔に凄惨な、じゃあ、笑みが浮かんでいるのが垣間見える。全くもって厄介だ。悪い予感しかない。目をつけられてしまった昨日の一件、自分の運のなさを食い入るばかりだ。ああ、指導さん、そういえばなんだけど、風紀委員長があんなことをするのは感心しないよ。何を言っている？不破野凪さん、頑張ってね。いいね、釘刺してくれた。指導に従いよく学んでいったのなら、あなたは国のために有益な人物となるはずだから。ああそうだな、楽しみだよ。卒業に向けた指導は明日から開始よ。本日は以上。最後に何か質問はあるかしら？ということは要お嬢は一番最後か。悔しいな。最初からラスボス一点突破はさすがに無理か。さすがに無理か。そうだな。
学生会っていうのはこの学園のトップの組織と思っていいんだよな。学生の中でも選ばれし者たちが集まっているっていう認識でいいかどうかの確認だ。その認識で間違いはない。上に立つべくして立つ者たちよ。ふむ、じゃあ今が最高の機会ってわけだ。何を言っているの？聞いてくれ。俺にはこの学園に来た理由がある。俺はスガラクのピーチフィールズに住む家族を幸せにしたい。本当は世話になった人全員を幸せにしたいんだが、まずは自分の手の届く範囲の人たちをってな。人の未来を背負っていると格好つけるじゃないか。じゃあなおさら今後は俺の言うことをよく聞くんだな。いや、それだけじゃ足りないね。そもそも卒業するだけじゃ足りないんだよ。ましてや栄光をつかめなかった 0.1% の仲間入りを果たす気は毛頭ない。確かな未来への道筋を作る必要がある。そしてそのための手段はもう考えてある。というわけで学生会の皆さん、3人の顔を見回してから大きく息を吸う。俺と結婚してください。へえ、そういくんだ。は？え？マドソフトだな。ああ、なるほど。ああ、このゲームがマドソフトのゲームだということを今一瞬で思い出した。すごい。今脳みそに電気が走った。すごいな。そういえばこれマドソフトやった。そうだ。これはマドソフトのゲームだった。いいね。テンション上がってきた。何を言ってるんだ貴様は。恥を知れ。ここにいるメンバーは選ばれた者たちなんだろう。だったら俺も選ばれた人間だと証明してみせる。だから結婚相手として検討よろしく。これぞ逆玉。逆玉の腰計画。富や名声を人を抱え込めるだけの箱や道筋をそんな簡単に獲得できるとは思ってない。一朝一夕ではなせない事案だからこその最適解であった。あ、いや急に主人公の IQ が下がったな。いいね、これぞマドソフト。今後ともよろしく。恥を知れ。ワンズギフトに選ばれただけの人間が。恋愛アドベンチャーゲームだもんな。うん。強運も実力のうちだ。まあそうね、運気があるかないか、いわゆる持っているかどうかも才能の一つだわ。会長。そういう意味ではあなたを結婚相手として認める一つの材料にできるかもしれないわね。おい、リュウジ君ブチ切れるやん。絶対会長のこと好きやもん。おお、悪ふざけが過ぎますよ会長。ふざけてなんていないわ。真面目に考えているわよ。そうやな、要の場合は真面目に考えるな。真面目に考えてえげつない条件を突きつけてくるリアリストだから無理やろ。考えているからこそ強運だけではね。意外と話が分かるやつなんだなこいつ。これでなんかちょっと要の性格の一部が見えてきたな。おー、やっぱいいな。いやー、このお嬢籠絡したいな。それだけで選ばれようなんてまさに恥知らずだわ。安心してくれよ、これから俺はもっと大きくなるから認めさせてみせる。そう、うん、多分遊び相手が欲しいタイプだからこの会長は。いいな、いいな、なんか遊び相手が欲しいタイプだからいいんだよな。だってみんなやっぱ会長とは、会長は会長としてねえ、敬いあれこれねするわけだろ。リュウジ君が、だってリュウジ君ですらそうなんだからさ。いや、いいな、これがマドソフトだということを忘れとった。マジでなんかゴリゴリの骨太のシナリオゲームやっとると勘違いしとった。これはマドソフトや。まあ別にマドソフトのゲームがシナリオ薄いってわけじゃないんだけどさ。そうだった、マドソフトの色ってのがあるからさ、メーカーの。あー、思い出したな、素晴らしい。カナメ様、おたわむれが過ぎます。ですよ、
悪ノリに悪ノリで返しちゃダメです。はいはい。もう完全に遊び相手を欲しがっとるからな、自分のそのところにたどり着くレベルの。バカすぎて驚いた。驚きを通り越して呆れた。会長、話はもう終わったよね。やることあるし帰る。あー、びっくりした。何を言い出すかと思えば面白い人だね、不破野さんって。そこも結婚対象として加点でよろしく。あのね、結婚するにはね、恋愛が必要なんだよ。政略結婚じゃないんだから、損得だけじゃ無理だよ。私は損得だけでもいいけれど。要様。はいはい。はいはい。だから本当に要はもう退屈するタイプだから、本当に私を退屈させないでよねってマジで言うタイプだから、いいなこれ。いいな、さすが窓ソフトだな。うん、いいな、うん、わーいいな。とにかく恋愛したくなるくらい不破野さんに魅力的なところがないとね。そういうもんか。じゃあそっちも頑張るよ。全然伝わってないような。まあいっか。でもちゃんとね、ビジュアルはめちゃくちゃかっこいいのよ。こいつビジュアルめっちゃかっこいいのよ。あのこうなんかね、あのどっかのタイミングでみんな公式サイトでね、キャラクターの欄見てください。あのもうシルエットだけでね、なんか槍が似合いそうなね、あのイケメンのビジュアルしとるから。あの生徒会の、あの生徒手帳か、あれもあの、じゃあ学生証かのあのカード、あれもだったよね。あのかなり顔はいいからね。そういうところじゃないんだよな、もう中身一本でいくんだよ。指導さん、ひとまずよろしくね。言われるまでもない。ふざけた口は二度と聞けないようにしてやる。今8-2から9-1になったな。結婚してください宣言に対して好意的に反応してくれたのは会長だけ。ソース感を食らうのは想定済みだったので上々な結果と言えるだろう。それは今は無理に決まってるしな。何もなしていない、結果を出せていない男に結婚してくれと言われても困るだけだ。そやな。だがここで言っておくのが重要だった。どういう未来を思い描いているのか、そのためにはどうしたいのか。ビジョンを共有しなければ人は動かない。うん、大層な夢だからこそ口にしなきゃ叶わない。その教養はお前スラムにおったに身についたんか。すごいな。スラムで卑屈に生きとったわけではないんだな。結構なんかスラムに生きる人間はなんか卑屈と絶望と諦めみたいな感じの雰囲気ってずっと描写されとったやん。けど、ナギはそんな感じではないんだな。まあ、シスターの力なんだと思うけど。さーて頑張るか。さまざまな眼差しを受け止めつつ俺は気合を入れ直した。学生会室を出て待っていたファイブに案内してもらったのは学習棟の屋上だった。思った以上に集中していたらしい。体内に溜まった疲れを全て吐き出すために大きく息をつく。常時開放されている屋上庭園の空気はややひんやりとしていて体に染み渡る。見晴らしもいいし風も通るし、気分転換にはちょうどいい場所だな。気に入ってもらえたなら幸いですの。しかし思い切ったことを言ったものですの。あ、やっぱり聞いてた。もちろんですの。ナギ様は恋愛経験はどれくらいあるんですの？あると思う？恋愛経験って随分と唐突な質問だな。急にどうした？あんな提案をするくらいですので、さぞ多くの女性を泣かせてきたのかと。どぎきの悪いこと言うなよ。全くないよそんなの。全く一人もお付き合いしたことが。
そんな暇はなかったしな。生きることで精一杯っていうかな。なるほどですの。願わくは女性を不幸にしない男性になってください。おいおいおい、人は何だと思ってるんだよ。結婚したら奥さんを大切にするよ。俺はダサい人間だけはなりたくないんでね。学生会の才女たちに選ばれるだけの努力もするつもりだ。ああ、ファイブ、お願いがあるんだが。学生会のメンバーに関して簡単にでいいから、どういうやつらかを教えてくれないか。俺にとって学生会は薬にも毒にもなる存在だ。卒業の是非を握っているからこそ、それをネタに何事かを仕掛けてくる可能性だって十分に考えられる。敵を知り己を知れば百戦危うからずだったっけ。でね、未来の奥さん候補を詳しく知りたいの間違いでは。バレた。そうとも言う。やれやれですの。では順に説明していきますの。学生会長一色要、政財界へ多大な影響力を持つ一色家のご当主ですの。一色家は明治時代から続く誇り高き衛生家族の家系。その家に生まれた長女として亡くなった親の後を継いで当主となっていますの。完璧だな。思った以上にすごいやつだった。他の面々もすごいですが、あの方は超 S 級ですの。ド S だけにね、なんてくだらない言葉は差し込まずに続きを促す。学園では学生会長を3年連続で務め、学園長に次ぐ権威を持っている絶対的な存在。彼女の意に反することをすれば命はない、そう噂されるくらいですの。怖すぎますね。なお副会長と書記の北条花と空は代々一色家のそば使いを務めている北条家に生まれた双子。学園での業務としてだけでなく、プライベートでも一色要を支えている。二人のサポートもあるからこそ、一色要による体制は盤石になっているとも言えますの。運動部総括、正式名は蓼科マクブライド・夕張。イブって名前からして察してたけど、海外の血が入ってるんだな。あのプロポーションの良さは、欧米の血がなせる技というわけか。全警察職員の最高位である警察庁長官の一人娘ですの。これまた聞くだけでブルっちゃいそうなご出自で。恐れるということは、凪様はお世話になったことがないよ。公私ともに警察とのお付き合いはありません。健全です。話を戻しますの。彼女はその部でもって運動部総括の座についている才女。合気道では全国大会で優勝するほどの実力を持っており、今のところは常勝無敗ですの。丁寧な物言い、微笑みを絶やさず、常に余裕のある立ち居振る舞いから運動部を中心に人望は厚いですの。文化部総括、雅徳来る。一代で富を築いたことで知られる有名な投資家の子供ですの。金持ちの娘か。今までの二人と比べれば普通だな。普通なんかじゃありませんの。親の資産は年端もいかぬ頃に
何倍にも増やした振動ですから。お金の動きを見極める目と高いプログラミングの技術を生かして莫大な富を得続ける。部の王者が立石なイブなら金の王者がやとく来るですの。地ではないんだ。権力、武力ときて財力か。とんでもないトップ3がいたもんだ。おじけづきましたの？まさか。さっきよりも結婚したくなってきた。一年生でありながら文化部総括の座を獲得していますから、その能力やセンスは本物でしょう。最後に風紀委員長指導隆二。あ、お前の話もしてくれるんや。凪様とは一日足らずで犬猿の仲となったお方ですの。プライドが高すぎて人を見下すようなやつとは基本的に相性悪いんだよね。ただ隆二も才覚やら家柄は申し分ないんだろう。有名な政治家の息子で本人の才を認められる形で学生会に抜擢され、今の役職についていますの。彼が風紀委員長になってから学内の問題として陳情される数は激減。他者を抑圧するようなやり方はどうかと思いますが、彼によって風紀が守られているのは間違いありませんの。学生会についてはこんなところですの。この学園マジでご子息ご令嬢しかいないのな。まさに俺とは正反対の生まれ育ちである。それは結婚対象として求めていた相手でもある。立ちはだかる壁ははるかに高いが、結婚できればこれ以上の優良物件はないはずだ。あとはやり方次第か。どんな壁が立ちはだかろうとも抜け道や切り抜ける手段は必ずある。今までだってずっとそうしてきた。そこまで器用じゃないから失敗した経験もある。命の危機に見舞われたことだって一度や二度じゃない。自ら危ない道を渡らざるを得ない時だってあった。それが、菅楽という場所だった。そんな、俺が目指すゴールは明瞭だ。兄弟に、弟妹に、楽な暮らしをさせてやる。それだけでいい。ま、不器用なりにうまくやるさ。こうしてことは動き始める。津軽区出身というだけでの、だけでマイナスからスタート。上等じゃないか。覆してやる。これは、アンダードッグなものによる、なんやこれ、立ち見か。ん、違う。おい、こっちに振り仮名振ってくれよ。とりあえず出世物語や。何なのか、異性と共になりたい。
ない。